いやー大きいわ。4倍。この鉢自体がすごい重いので、少しでも軽くするために軽石鉢を入れて土を入れます。はい、山盛りにして目の触れないところに有機質の肥料を肥料食いなんで3人ぐらい植えて、こんな感じのやつを使いましたが、肥料は何でもいいです、うん、でここに根が直接触れないように土を入れて、これ土入るぞ、全部入るぞこれ入るぞ、これで根を広げて広がるようにこう植えます。はい、これをこんな感じですね。これで土を入れます。3方向に土を入れて均等に土を乗していきます。はい、出来上がりました。運ぶまで、とにかく鉢が重いんで、水やりは場所を移してから、そこから水をたっぷりやってください。すぐ水をやってくださって結構です。で、今植え替え直後は直射日光が当たるところへ置いとくと焼けてしまう可能性があるので、そこだけ注意してください。だいたい葉が40枚以上になってきたら実がなる可能性があるので、葉っぱの枚数を増やす栽培をお願いします。で、肥料が切れないように肥料やってもらえばいいんですけども、15度を切ってきたら吸収量が落ちてくるんで、そこら辺になってきたら肥料を控えて、なるべく越冬体制になるような感じで栽培をお願いします。もう温度が次からぐーっと下がってくるんで、そこだけ気をつけてください。エンニャラボでした。はい、もういいわ。暑かった。コインハイハイと